こんにちは、久しぶりの出番です。今日はですね、ルイ・ヴィトンのこういうモノグラムとかいろいろバッグがあるんですけれども、保管中にですね変な匂いが発生してしまうというお問い合わせをよくいただきます。どのような匂いかっていうと、カビでもないんですね。タバコ臭とかそういうのじゃなくてですね、なんとなく酸っぱいような変な匂いが、該当するんですけれども、この内部のですね、この生地の中に使われている、芯材とかいろいろこう接着系のものとかいろいろこう樹脂とかですね、このモノグラムの裏地の部分とかですね、そういったところから保管中の湿度が原因で、加水分解っていう、症状になると酸っぱい感じの匂いが発生します。そういったケースは、生地を張り替えても洗ってもですね匂いは消えません。洗うとですね悪化するんですね、こういうヌメ革とかがですね。だから、そういう匂いが出た時の対処法をご紹介させていただきます。決して難しいことをするわけではないんですね。ドライヤーを活用します。まずですね、この内部ですね、内部にドライヤーを当てます。このように動かしながら当ててください。温度は熱くしてください。こうですね、ちょっと音切りますけれども、なぜこう動かすかという動かすかというと、一定でこうやると熱くなるんですね。そうすると生地が焦げたり焼けたり縮んだりしますので、頭、ヘア乾かす時と同じ感じで、このように動かして温風で熱を飛ばします。だいたいですね5分ほどするだけでもかなり中が熱くなるんで、まあほどほどで一旦やめます。その後天日干しをしていただいて日光に当ててもらったりで、翌日またですね時間があるときにこのように熱くしてあげると。でですね、ある程度匂いが収まってくると思いますので、その後少し我慢してですね使ってください。普段使いしてください。そうすることで、匂いっていうのは基本的に分子なんですね。細かな分子っていうか粒子なんですね。ですので、どんどん匂いが飛んでいきます。それで、加水分解っていうその症状も乾燥してくることで少しずつ収まってくると思いますので、こう大切にですね保存箱なんかにこう入れた状態で、よそ行きとしてですね保管を大事にしていたら、箱から出したら臭かったっていう時はぜひこの方法を試していただけたらと思います。頑張ってください。